ピーターソン・トーマス・オーアは、カナダ連邦オンタリオ州リッチモンドヒル出身の元プロ野球選手、右ト左打。2015年パンアメリカン競技大会では、ピーター・オーアと表記された。オンタリオ州のニューマーケットにある、ニューマーケット高校を卒業後、テキサス州のガルベストンにある、ガルベストン大学に進学。1998年には、テキサス・レンジャーズに39巡目で指名されるが、 契約しなかった。1999年7月3日にドラフト外でアトランタブレーブスと契約。2005年4月5日にメジャーデビューを果たした。2006年開幕前の1月16日に第1回ワールドベースボールクラシックのカナダ代表に選出された。2007年11月20日に DFA になった。11月28日に解雇された。 2008年1月10日にはシントンナショナルズとマイナー契約を結んだ。10月29日に FA となったが11月20日に再契約した。2009年開幕前の3月に開催された第2回 WBC のカナダ代表に選出され2大会連続2度目の選出を果たした。シーズンでは開幕からマイナーで過ごしていたものの8月28日に ナイジャー・モーガンの故障によりメジャーに復帰した。2010年11月3日にフィラデルフィア・フィリーズと契約を結んだ。2011年10月18日に FA になるも11月3日にマイナー契約で再契約した。2012年は開幕ロースターに入った。2013年1月17日に第3回 WBC 本戦のカナダ代表が 発表され代表入りしたため、3大会連続3度目の選出となった。3月9日のメキシコ戦では、乱闘を起こし退場になった。シーズンでは、オフの10月7日に、FA となった。2014年1月27日に、ミルウォーキーブルワーズとマイナー契約を結んだ。11月7日に、マイナー契約で再契約。 2015年6月17日に2015年パンアメリカン競技大会の男子野球カナダ代表に選出された。同大会では2大会連続2度目の優勝を果たし金メダルを獲得した。オフの10月20日に第1回 WBSC プレミア12のカナダ代表に選出された。2016年4月11日にジャスティン・モルノーと共に U-18 カナダ代表のスプリングトレーニングでゲストコーチを務めた。2017年2月8日に第4回 WBC のカナダ代表に選出され、4大会連続4度目の選出を果たした。ありがとうございます。